日中笹川医学奨学金制度により1年間の研修を終えた第10期生51人が笹川会長に帰国挨拶をされました。日一日と暖かくなり、桜のつぼみも膨らみ始めた今日、第一期笹川医学表奨学金研修生が全員揃って東京に集まり、おかげさまで無事に1年間の留学生活が終わろそうとしております。今回笹川医学奨学制度にお世話になり、私どもは先生方の思想及びその意義を自覚いたしました。第一期研修生の代表としまして心から熱くお礼申し上げます。質問一つしたいと思います。紹介した、はい、ちょっと伺いたいですが、個人的な問題なんですけど、会長は今年94歳になって、大変耳も目もよくいらっしゃいますが、健康を保つには日頃どのようなことに気を使っていらっしゃいますか？56代の日本のね、清和天皇の子孫なの。で、父がね、うちは清和源氏やからね、皇室を大切にせよって言ったの。それで僕は3歳の時からね、人間と獣物と鳥の分足さえお祈りしとるからね、牛も豚も鳥も食えないんだ。ね、で、こんな小さい魚しか食わないんだ。とその小さい魚は僕の若さになっとるそうだよ。何が幸いするか分かんない。だから老眼鏡もね、社会の国連の医者がね、僕の地位からね、もう何か全部調べてね、あなたは200年老やからね、200歳まで大丈夫から、200歳までお生きになったら300まで生きてくれ言うで、世界で一番若いんですよ。